お世話になります。ひとりでございます。今回はヒンバスの色違い厳選をしていこうかなと思います。で、ヒンバスの色違い厳選はネット上で調べてみたところ、普通に厳選しようとすると結構難しいらしくて、大量発生で厳選するのが結構主流となってるみたいですね。なので私も大量発生で厳選していこうかなと思います。ちなみに大量発生で出るのは、おそらく多分ね、テラス池のここの部分だけなので、まあ、もしね、ヒンバス欲しいなって思ってる方は、まあ、ここをよく見といた方がいいんじゃないかなと思います。で、そしたらまず、このテラス池に飛んで、もう何回も撮影してミスってるんですが、まあ、まず、場所はね、こっから橋渡って、それで、右手にね、ちょっと山というか、台というか岩というかありますので、そこの穴があるんで、まあ、ここにダイブしていきます。で、もう、できる限り落ちちゃって大丈夫です。どうやって落ちても、死んだりはしないんで。で、それで、そしたらまあこうやっていろいろ穴ありますが、下に下がってる方ですね。下に下がってる方でさらに落ちてって、一番下まで行きますと。そうすると水があるので、そしたらまあここではヒンバスは出なくて、この奥ですね。奥にヒンバスが出るようになっておりますと。なので、ここで色違い厳選をするっていう感じになります。湧いてきましたね。みたいな感じでなっておりますと。で、まあ、やり方はね、普通に、いつもと一緒で、まあ、ここで、ヒンバス湧いてくるので、まあ、大量発生なんでね、まずは、色違いの確率を上げるために、まずは、倒していきます、普通に。それで、色違いの確率を最大まで上げるために、どんどん倒していきますと。ひたすらこれをやっていきましょう。さらに少なくなってきたって表示されたら、そこからまあ10匹ぐらいさらに買っときますと。はい、これで10倒したら、はい、戻っていきます。で、ここでピクニックまたいつも通りやっていきたいんですが、まあ水上なのできないので、まあ普通にここを戻っていった方がいいと思います。別にここまで来るのはそんな時間かかんないんで。で、近くに陸地もあるんですが、まあなんかピクニックやってみたらちょっとやりにくかったんで、まあなんかピクニック出せなかったんで、ほぼほぼここでやるのがいいんじゃないかなと思います。で、レポート書いてピクニックやって、で、レシピはキュウリライスにニガスパで、いきます。まあもちろん他のレシピもありまして、まあ今回はチビチビつける感じでいきます。デカデカつけようかと思ったんですけど、デカデカだとカラカラなんですけど、ちょっと今なかったんでチビチビでいきます。で、遭遇パワーはつけなくていいと思います。むしろつけると他の、ポケモン出てきちゃったりするんで、で、大量発生なんで不要なんでね、遭遇パワーは、なので遭遇パワーはなしでいくのがいいんじゃないかなと思います。で、輝き2つなチビチビでいきます。で、あとはまたさっきの場所に行くだけですね。あー、もう邪魔。はい、行きましょう。で、先ほどと同じように、向こう側の水たまりに行きます。で、それでヒンバスはこの端っことかにいた方が、あの、一度に、一箇所で、湧いてくるので、そこから見るのがいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで、ヒンバス割と色違い分かりやすいんで、遠くからでもね分かるんじゃないかなと思います。まだ私は見てないんですけど、まあ、ヒンバスの色違い自体は知ってるんで、まあ、こんな感じで、で、出なかったら、レッツゴーとかもしなくて普通にこっち側行って、そしたら、脇がね、リセットされるので、もう一回こっち行って、今ちょっとリセットされてなかった、もっと奥まで行った方がいいですよね。奥まで行って、それで、まあ、タッチしてからっていうぐらいの感じかな。キワキワで行くよりはもうタッチして、壁にタッチして戻ってくるぐらいがいいかなと思います。それでやるだけなんで、ピクニックもしないで済むし、かなりやりやすいんじゃないかなと思います。 OK、 まあ、手前にもちょっと湧いちゃってるけど、オッケーオッケー。まあこれで行って、またタッチして戻ってっていう感じですかね。まあこっち側でも別にね、大丈夫です。こっち側の方がでも手前に湧かないからいいかな。まあ手前に若干湧いてるけど、まあここはお好みで。で、普通に湧きスピードもかなり速いんで、で、また戻って、それでタッチ しなくてもいいんだけど、別にタッチしなくていいんだけどね今タッチに時間かかっちゃったけど、
それでこっち行ってまた湧くのを待って、一箇所ほぼ一箇所だけ見てれば大丈夫ですね。それをひたすらやっていくわけでございますよ。お、もう来たんじゃない？もう来たんじゃない？違う？これ。これじゃない？来たんじゃない？もう明らかにわかるね。ちょっと待って待って待って、早すぎない？今黙りこくったところなのにちょうど。ちょっと待って。こっから長丁場になるかなと思ったらもうすぐ出てきた。もう早すぎる。あまりにも簡単すぎる。ちょっと待って。何分？もう6分。6分もかかってない。5分だね。ちょっと待って。あそこまでたどり着けない。はい。これで、ゲットだぜ！オッケー、超楽、マジで超楽、簡単すぎる、あまりにも大量発生さえ出れば余裕ですね。まあそれがちょっときつい、68レベル回しかも、こいつえぐいな。オッケー、余裕すぎる、マジでさすがに早すぎる。やっぱピクニック使わないで済むし、ストレスないし、めっちゃ楽っすね。えぐいわ。オッケー、魚ポケモン、魚ポケモンなんだこいつそんなシンプルなポケモンだったんだ。で、魚釣っちゃってるしね。で、こいつ、どうだろう？なんか持ってるかな？あー、さすがに持ってないか。で、それで、まだ継続できて、もちろん。はい、こっちに戻って、はい、それがいいとこですよね。はい、こっちに戻って、ちょっと邪魔。マジ邪魔。はい、レポートとかはあんま書いといてね。で、またこっち戻れば、普通にもう一回やり直せるっていうか、まあ、レッツゴーとかもしてないんで、ポケモンの枠個数も減ってないんでね。すげえ、何回も何回もできるんで、めっちゃいい厳選なんじゃないかなと思います。はい。で、湧いたらまた、行って、はい、それで、戻って、ひたすらまたやっていきましょうか。残り30分はね、やろうかなと思います。あー終わっちゃったー。ということで終了でございます。確率収束したー。その後出てこなかったー。でもっと厳選したければね、これは先ほども言った通りレッツゴーせずにやってるから何回も厳選できるんでね、いっぱいゲットしたい人はやれば